画用紙とお花紙、チラシ棒を使って作るとっても簡単な彼岸花の作り方です。八つ切り色画用紙を15センチ幅に切ります。それをさらに半分に切ります。1枚分から約3つの花を作ることができます。15センチの方を半分に折り、幅 7.5 センチにします。輪になっていない方から切り込みを入れます。幅は3ミリくらいで真ん中まで切ります。3回目は切り落とします。これが3本で花1つ分です。広げたら真ん中の折り目が分かりやすいように印を入れます。印のところに糊をつけ、3枚を貼り合わせます。この時間がだいたい同じぐらいに開くようにしましょう。先の方を人差し指と刃の部分で挟み、外へ向かってしごくと画用紙が内側にカールします。6枚ともカールしたら、お花紙2分の1枚で真ん中の部分を作ります。3ミリぐらいの幅に細く裂いたら、手の中でふんわりと丸めます。これを先ほど貼り合わせた画用紙の真ん中に貼ります。この時中心をしっかり押さえておきましょう。茎は緑色の紙で作ります。型紙を使う場合は A4 コピー紙にプリントアウトして、周りの白い部分を切り取ってください。45度回して線がまっすぐになるように置いたら、線と平行に両端を切り落とします。裏返して巻き終わりと両端、巻き始めの部分に糊をつけます。巻き始めのところに楊枝を真横に貼り、糊が乾かないうちにしっかりと巻いていきます。もし途中で糊が乾いたら付け直してください。糊が乾いたら端に3箇所切り込みを入れて開きます。開いたところに接着剤をつけ、花の裏から貼り付けます。これで出来上がりです。ワイヤーを使う方法よりぐっと簡単ですが、遠目で見るとちゃんと彼岸花に見えます。たくさん作って飾るのにぴったりな方法です。